疲れ様です。おい、お兄さん、昨日やっと荒くれ替えたんだ。もしかして桐生さん？やっぱり桐生さん。で、ちょっとどうしたの？血が出てる。怪我してるの？大丈夫？ああ、大した怪我じゃねえ。何があったの？いいんだ、何でもない。それよりも言ってくれ。あんたも俺と一緒にいるとまずいことになる。分かってる。堂島組に追われてるの。ああ、だったらうちの店に来て。行くとこないんでしょ？ダメだ、あんたに迷惑がかかる。俺のことはほっといてくれ。そんなこと気にしないで。ほっとけない。錦山君の兄弟分を見捨てるなんて。アイスター、兄弟分を切った。え、あんたも俺に構うな。巻き添えにしたから。そんな風に言われて引っ込めると思う？あんまり舐めない。コナンだったら今ここで大声あげる。本気よ。こんなとこにいればすぐ見つかる。お願いだから、これ以上時間かけさせないで。いい？私は先に行って店を閉めるから、キリュウさんは少ししたら後から来て。目立たないように裏口から入るといいわ。ああ、それじゃあ後で。必ずよ。レイナ、すまん。謝るのはそれで最後にしてね。ちゃんと来てくれたのね、桐生さん。あまり長いはしない。橘ってお豆腐から連絡が来るまでだ。それまでの間頼む。もちろん。座って。とにかく頭の傷手当てしなきゃ。レイナ、今錦がどうしてるか知ってるか？風間組の事務所に詰めているみたい。さっきも出入りしているの見かけた。なんだかすごく怖い顔してたけど。そうか、ならよかった。傷そこまで深くはないみたい。消毒だけするわ。ああ、
き桐生さん錦山君と兄弟の縁を切ったって言ってたよね。それって彼を巻き込みたくないからなんでしょ。今の俺は堂島組全員に追われてる。あいつはもう俺と関わらない方がいい。そんなことだと思った。結局あなたたちってお互いを自分の身以上に思ってる。錦山君はうちに来るときいつもあなたのことを楽しそうに話してた。私にはそんな仲間がいないからすごく羨ましい。何にしても俺はこれ以上あいつの荷物になりたくない。もう兄弟を苦しめたくない。あのね桐生さん、一応知らせとくけどあなたのこと警察も探してる。今日この店に刑事が来てあなたに話が聞きたいって。心当たりある？ああ、どうやら時間切れってことらしい。時間切れ？どういうこと？俺には殺しの濡れ衣が着せられてる。殻の一坪に出た死体の件でな。それを立花が殺に手を回して俺への捜査を抑えてくれてたんだ。その猶予が切れた。でも濡れ衣っていうことは。ああ、俺は殺してない。はめられたんだ。桐生さん、誰か来る。今の時間もうエレベーターは動かないはずなのに。奥の部屋に隠れて。堂島君をなめんじゃねえよ姉ちゃん。おら出てこいやギル。この店はずっと張ってたんだよバカが。こそこそ隠れてんじゃねえぞ。おら桐生さん、ダメ、逃げて。やっぱり嫌がった。おい、応援呼んでこい全員で。へい。もうてめえの居場所はどこにもねえんだよ。キリエ！キリュウさん、店荒らしてすまなかったレイナ。全部俺のせいだ。すぐにこいつらの仲間が集まってくる。もう行かねえと。待って、警察を呼ぶ。逮捕されるかもしれないけど、それでも警察員なら殺されない。無駄だ。ヤクザがここまでやるからには殺が来たとこで引きはしない。俺を始末するまではな。そんな、誰か他に助けはいないの？いればあんたにも迷惑かけずに済んだ。迷惑だなんて。じゃあ迷惑ついでに一つ頼まれてくれるか。え？こいつを錦に渡してほしい。これは
それを渡してこう伝えてくれ。俺のために復讐するのだけはやめろと。組に逆らえばあいつは俺の二の舞になる。キリュウさん、キリュウさん。もう逃げらんねえぞ、キリュウ。ああ、だがこんだけ道連れがいりゃ寂しい思いしないです。バカ、まだまだ駆けつけてくる。用はない。地獄見んのはてめえだけだ。俺らぶっ殺せ。兄弟頑固なやつだな、おめえ。いつかこうなることは分かってたはずだろ。だがもう脅しじゃ済まなくなっちまって。あば、立花の居所は後でじっくりお前の体に聞く。そいつはいたとこで死んでもらうことに変わりやねえ。手柄はてめえにくれてやる。だがこいつは俺がやるぜ。ギリ、おめえがかばった立花はどうしてんだろうな。ここんとこばったり姿消しちまってる。連中、おめえを見捨てたってわけだ。風間の頭もおめえを見殺しにする気でいい。報われねえな、今時の仁義ってやつだよ。立花、必ず殻の一つを手に入れる。そうなりゃあんたらもまずいことになる。俺はどんな目に遭おうが立花の居所は吐く気はねえ。今ここで追い詰められてんのは俺だけか。知った風な口聞くんじゃねえぞ、我が添え。任せとけ、兄弟。俺がすぐに黙らせてやる。たっぷり楽しませてもらうぜ。キャリア！
せよ、おら。おい、誰だ。もう見せろ、ぶちまけろ。なんだ。キリュウさん、乗って。立花、早く。遅くなりました、キリュウさん。あいにく車の運転は得意じゃないんです。しっかり捕まっててください。逃がせろ、おめえら。道島組の締め付けで、うちの情報網も動きが鈍っていましてね。なかなかあなたの状況がつかめず、小田さんに知らせる暇もありませんでした。おかげで自分で慣れない運転をする羽目に。あんたにも苦手なもんがあったんだな。苦手というか、いわゆるペーパードライバーっていうやつです、はあ、緊張した。おかげで助かった。あんたが来なけりゃ俺はあそこで終わっていた。俺は甘かった。自分はもっと強い人間だと思ってたんだ。どんなに突っ走ったところで、そのケツは全部自分で取れるつもりでいた。それが今じゃ、俺が近くにいるだけで周りの人間が危険にさらされる。俺を守ろうとしてくれた人たちがだ。セレナのママ、風の流さ、ニシキ、そんなあんたも、たくさんの人間に守られていただけだった。それに気づかずにいたツケが今になって回ってきたらしい。バカだった。私があなたならそんなことは気にしません。私はね、キリュウさん、自分の周りにいる人間は全て利用すればいいと思っています。私の育ってきた環境では誰もがそうしていました。そうでなければ生き残れないし、のし上がっていくこともできません。金でも何でも使っていかに周りの人間を利用するかだけを考えるんです。遠い世界の話でしょうけどね。なら、さっき俺を助けに来たのは俺を利用するためってことか。そうなりますね。あんた、何が言いたいんだ。私は人を利用してきた結果として金と力を持つようになりました。どうも私にはその方面の才能があったようです。ただし、あなたと違って私には
私のために命を張るような仲間はいません。私の周りにいる人間もまた私のことを利用しているだけです。あなたが自分をバカと言うなら私もいくらか。そんなバカになりたかったと思います。立花、あなたを守ってくれる人たちはあなたが自分の損得で動く人間でないことを知っている。その上、あなたは一度こうと決めた相手をバカみたいに命がけで信じることができる。そんな人間は特に今みたいな時代めったにいるもんじゃありません。残念ながら私はまだあなたのために自分の命までは張れません。ただあなたを信じて私の命を託すことはできます。立花今のはシラフで言うことじゃなかったかもしれませんね。よかったら一杯おごる。あとにしましょう。この車はここで乗り捨てます。あの車は敵じゃありません。織田、この町にもわずかですが登場界の力が及ばない場所があります。これからそこへご案内します。どうかしたのか。おい橘、社長、しっかりしてください。社長、大丈夫なのか、立花は。とりあえずはね、ここだけの話、社長は随分前から腎臓をやられてんだ。このことは立花不動産でも俺しか知らない。病気ってことか。昔社長が腕をなくした時、輸血するまでにだいぶ手間取ってな。それで腎臓がうまいこと動かなくなった。社長の腕を落としたのはその頃敵対してた中国人マフィアどもでね。もちろん落とし前は俺がつけといた。仇の話には聞こえねえな。昔のことだ。俺らはその頃まだ不動産屋でもないゴロつきでさ。でもそれ以来社長は一日おきに人工透析を受けなきゃなんなくなった。こいつをやらねえと社長は死んじまうんだ。立花はそんな体で登場界を敵に回してきたのか。この人は体がこんなんじゃなければ全部一人でこなしちまう。腎臓のことがなきゃ多分立花不動産って組織も俺やあんたさえ必要なかったろうな。それでこれからどうする。
全部社長が目覚ましてからのことだ。安心しな。ここはカムロ町の中で唯一登場界の目が届かない場所でね。アジア界って呼ばれている。聞いたことないか。アジア界？この界隈に住んでんのはアジア系の外国人だ。堂島組から身を隠すにはうってつけの場所だよ。あんたらはそんなとこにも顔が利くのか。俺も社長も日本人じゃないからな。え？俺たちはもともと在日中国マフィアだ。だからここも闇医者だよ。まっとうな病院にはかからねえからな。出身はマフィアか。初めて聞くな。別に隠してたわけじゃない。ただ今まで立花不動産が登場会に尻尾つかませなかったのもこのアジア街って聖域があったからだ。この辺りの店はマフィアたちにみかじめを収めてでさ、外国人同士つつましくやっている。そうやってる分には登場会もアジア街を黙認するとさ。じゃあここに俺らが出入りしていると知ればアジア街は登場界の怒りを買うってことか。まず間違いなくな。けどうちはここの顔役にリスク以上の金を払ってる。誰だ？さっき言った顔役の使いだ。陈先生在叫你，要你把那日本人也带去。ジーダオラ。何か問題か？あんたの扱いについて顔役と話をつけなきゃならない。ただあまり歓迎ムードじゃねえようだ。このビルの近くに中華の店がある。あんたにも一緒に来てもらうぞ。行こう。それじゃ顔役のところに向かうが、勝手に変なところを歩き回るなよ。うろちょろしてると面倒なことになるからな。行くぞ。アジア街の外は今頃堂島組の連中が目を光らせてる。ここにいればまず安全の